どうも。今回はこの方。絵だけじゃどなたかわかりませんね。いや、どう見ても、細川森弘元首相のご先祖様でしょ。いや、どう見てもって。あ、でもそう言われると、お顔似てるように思えてきた。うむうむ。1534年生まれということは、信長さんと同い年ね。うむうむ。信長さんより1ヶ月早く生まれたよ。なるほど。歌人と書いてあるけど、細川藤隆さんは、文武で言うと、文のイメージが強いね。信長の野望の影響かもしれないけど。ところがよく見てみると、筋力で解決的なところもあるよ。マジでか。ところで、古今伝授とは？藤原の定家さんの着系子孫から代々、力で氏へ秘伝として伝えられた、古今和歌集の解釈だよ。いかにも公家風な知識なのに、戦国武将の藤隆さんに伝授されたのは面白いね。つまり歌の才能も国内トップクラスだったんだよ。ふむ。例えるなら、喧嘩の強い北島三郎さんか。いや、その例えは一体。それはさておき。細川藤隆さんの生涯を見ていこう。1534年4月12日、京都生まれ。京都生まれか。お父さんの三吹春和さんは幕臣だったよ。そもそも室町将軍に仕えていた家なのね。でも名字が細川さんじゃないね。お父さんはもともと細川さんだったけど、三吹家の養子になったよ。ほうほう。で、藤隆さんは次男だった関係か。お父さんのお兄さんの養子となったよ。つまり藤隆さんはおじさんの養子に？うむうむ。それで元の細川家に戻った形か。そうだね。そして1546年、満12歳になる年に、この年、13代将軍となる足利義輝さんの、当時のお名前義藤から一文字もらって、藤隆と名乗るようになるよ。待って。1546年というと、足利義輝さんもまだ、満10歳じゃない？そうなるね。足利義輝さんもこの年に、朝廷から義藤という名前をもらって、同じ年に細川さんは、将軍から一文字もらったよ。つまり将軍にとてもとても近いところで働いてたと。うむうむ。そして1552年、満18歳になる年には15位の下に。5位以上は貴族だっけ？うむうむ。同い年の信長さんはいつ15位の下に？ 1568 年。信長さんよりはるかに早かったのね。家柄が違うから仕方ないね。ところが1565年。その年はもう覚えたよ。足利義輝さんが、三好三人衆とかに襲われて亡くなった年ね。うむうむ。永禄の変。そこで注目されるのが、大和で、松永久秀さんに軟禁されてたこの方。ふむ、足利義昭さん。ということで、忠義心からか、それとも利用価値が大きいと思ったからか。細川藤隆さんは、お兄さんその他の武将と協力して、足利義昭さん脱出作戦を成功させるよ。愛の逃避行が始まる。いや、愛のかどうかは知らないけど。まあとにかく逃避行なので、いろいろと物資が足りない。足利義昭さんが、夜になって書物を読みたいと言うけど、灯籠に火を灯すための油もない。そんなわがままに付き合わなくても。うんにゃ。昼の間は忙しい。そこで、夜になって、睡眠を削ってでも、将軍に必要な知識を吸収しようというのなら、細川藤隆さんだって、感銘を受けたかも。なるほど。そこで藤隆さんは、近所の神社から油を拝借し続けたそうな。要するに盗。それ以上いけない。でもさすがに神主さんも気づいたよ。なんか油が異常に減ってる、こりゃ盗っ人に違いない。ということで見張ってたところ、薄汚れてはいるけど、なんか上品そうな武士が現れたと。見つかった、どうする？口を封じる？神主さんに捕まった。ええ？藤隆さん弱いの？いや、神主さんに暴力を振るうわけにはいかないと思ったんでしょ。ふむ。神主さんが、神のものを盗むとはどういうことですかと問い詰めると、藤隆さんは、油を買うこともできないような、苦しい立場にありながら、それでも学ぼうとしているものに対して、神は怒ったりしないでしょう。などと説得したところ、神主さんは納得して、それ以後は油を譲ってくれるようになったそうな。うむ、でもそれならそれで、最初から相談すればよかったのでは。いやほら、義昭さんの居場所は、なるべく秘密にしたいし。ふむ。その後あちこち、保護してくれる人を探して、やっとたどり着いたのが、朝倉義景さんのもと。ふむ、越前の強大な戦国大名。でも朝倉さんは、足利義昭さんの、京都まで行って、将軍になりたいので協力してほしい。という望みには非協力的。三好三人衆とかと戦うの、めんどくさそうだもんね。
それで、もっと有望だと思われたのが信長さん。信長さんのところには、細川藤隆さんも使者として、終わりまで何度か使わされたようで、信長さんは早くも、足利義輝さんが亡くなった1565年には、上洛の意図を伝えてたそうだけど、決断が早い。信長さんは信長さんで、美濃の斎藤氏との争いで忙しく、なかなか実現せず、義明さんが、信長もダメなんじゃね?と疑い始めた頃、朝倉義景さんの元にいたと言われる、明智光秀さんが、いや、信長さんすごいっす、有望っす、と勧めたとも言われ、結局、信長さんが美濃を制圧した後、1568年に義明さんも上洛に成功するよ。なんか仲良し4人組集合みたいになった。うむうむ。特に藤隆さんと明智光秀さんは、趣味があったのか、親友となったようだよ。でも後で。さてこの後、藤隆さんはご褒美に、京都府長岡市にあった、昇竜寺城をもらって、ここを念入りに改修して、1581年まで統治するよ。順調順調。さて、このまま藤隆さんの親分たちが、うまくやってくれればよかったんだけど、義明さんと信長さんが対立関係になってしまう。さあどっちにつく?ずっと冷静に二人を比較してきた藤隆さん。どう見てもノップの方が有望だって。いや京都生まれなんだからそんな喋り方じゃないでしょ。義明さんが信長さんに対して挙兵する以前から、藤隆さんは信長さんに、その可能性があることを伝えていたそうな。おう。以後は信長さんの武将として各地で戦い、与力として、明智光秀さんの元で戦ったりもするよ。信長さんも、二人は息が合うと思って、下につけたのね。1578年には、信長さんの勧めで、藤隆さんの長男、細川忠興さんと、光秀さんの三女、玉子さんが結婚。おう、藤隆さんと光秀さん、親戚同士に。このまま一丸となって、天下統一に邁進できればよかったんだけど、1582年、本能寺の変。藤隆さんとしては、光秀くん、何してくれてんの?って感じだろうね。でも光秀さんとしては、これだけ強いつながりがあるのだから。当然藤隆さんは、自分の味方をしてくれるだろうと。で、結局味方したの?ごめんなさい無理です。光秀さんポツーン。まあ流れを読む達人の藤隆さんだから。光秀さんについても勝ち目なしと思ったのね。多分ねー。藤隆さんは速攻隠居して、家督を長男の忠興さんに譲るよ。もう私何にも関係ありません、というわけね。結局光秀さんは秀吉さんに敗れて死去。となると藤隆さんは今度は。もちろん秀吉さんにつくよ。藤隆さん、つくべき人を間違えないね。あ、ところで忠興さんの奥さんの、玉子さんはどうなったの?離縁されて、最悪処刑される可能性もあったけど、忠興さんは玉子さんをよほど好きだったのか。離縁せず幽閉するよ。幽閉っていうか、守るためかな。幽閉中に出産もしてるので、そうなのかもしれない。で、1584年には秀吉さんの許しもあって、幽閉は解かれたよ。さて藤隆さん。隠居した後は、名前を幽斎に変え。文化人として、秀吉さんに仕えるよ。ただの武将じゃなくて、和歌の専門家でもあるもんね。和歌だけじゃなく、幅広くいろいろ知ってると。幅広く知ってるというレベルでもなく、それぞれの分野で達人級になってしまってるお化けっぷりで。それで秀吉さんも優遇したと。うむうむ。とりあえず、幽斎さんが専門家と言われるものを、列挙しておこう。いや待って。一つだけ、専門家っていう呼び方が、ふさわしくないものが混じってる。え?え、じゃないでしょ。握力の専門家って何?今日の街中で暴れる牛を、その角を掴んで受け止めて、投げたそうだよ。軽くかよ。握力っていう問題じゃないでしょ。人の手を握りつぶしたというのも、柔術とか、そういう類では。そうかもしれない。お料理も得意だったのね。特に恋料理が得意で。嫌がらせで、火箸を仕込んだ恋を渡されたけど、何食わぬ顔で、火箸とまな板もろとも切って調理したそうだよ。それは料理得意っていうのか。やっぱり握力。ついていくべき人を決して間違えないし、その上こんなに専門が多いとなれば、そりゃ戦国時代でも悠々生き残れたかもね。ということで、秀吉さんからも好待遇を受けるけど、1598年に、秀吉さん死去。また選択の時が来たか。次はこの人で間違いない。未来が見えてるかのような選択。ということで息子の忠興さんには、
1600年、家康さんの会津攻めに、細川家の総力を挙げて協力させたよ。上杉景勝さんとの戦いね。しかし、これによって悲しい事件が。何があった？家康さんが会津に向かったのを見て、石田三成さんが、家康討伐の兵を挙げるんだけど。この時石田さんは、細川忠興さんの妻の、玉子改め、細川ガラシャさんを、人質に取ろうとするよ。ふむ、お名前変わってたのね。雄斎さんは別のところにいたの？うむうむ。で、ガラシャさんは、石田軍に包囲され、もう逃げ道はありません。我々の元にいらしてください。安全は保証します。ガラシャさんの返答は？だが断る。いや、そうは言ってないでしょ。ガラシャさんは侍女たちを脱出させ、キリスト教では自殺が禁じられてるので、家臣の小笠原秀清さんに解釈させ。うわぁ。そして小笠原さんらは、屋敷に火をかけて自害したそうな。うん。石田さんにとってはこれは計算外で。こんなことになったら、細川家は絶対自分についてくれないね。あの忠興さんだし。それで石田さんは、もう人質を取るのはやめよう、と、方針を変えたそうな。ふむ。その頃雄斎さんは、丹後田辺城にいたんだけど。雄斎さんじゃなくて恋になってますが。あ、ここも石田方の、1万、5000の軍に包囲されるよ。お城には何人いたの？会津攻めにほとんど出払ってたので、お城にいたのは500人程度と言われるよ。おう、1万、5000対500、こっちも自害しちゃうのか。いや、こっちはお城だし。援軍の見込みは？なし。じゃあ籠城しても無意味では？意味はある。一体それは？石田方の1万、5000を、少しでも長くここに釘付けにすれば、その分徳川方が有利になる。おう。で、1600年7月19日に攻撃が始まるけど、さすがに多勢に無勢。8月には、降伏か、玉砕か、というところまで追い詰められたようだよ。どうすんの？ただここで、細川雄斎さんの、文化人パワーが炸裂。何があった？まず、包囲軍の側にも、芸事での雄斎さんの弟子が何人かいて、そういう人は、戦うふりだけしてたよ。ふむ。師匠を戦死させたくはないよね。それから雄斎さんは、戦いが始まる前に、古今伝授の証書をすべて、皇帝の八条の宮俊彦親王に献上すると、申し出たよ。え、戦う前に自分から？うむうむ。消失を恐れたので。さてこのことが、御用勢天皇のお耳に入ったのか。雄斎さんが追い詰められた8月、朝廷から、雄斎を失うのは、城下の嘆きである。という発表があるよ。古今伝授の証書を盾にしたりしないで。戦いの前に手放すという話を聞いたので、御用勢天皇もお心を打たれたのかな。そうかもしれない。こんなの聞くと、包囲軍の手も止まっちゃうよね。うむうむ。下手するとこっちが強敵になるかもしれないし。次に勅使が来て、雄斎さんに城を明け渡すよう説得したけど、雄斎さんは、仰せはありがたいが、城を明け渡すのは、武士の本意ではありません。と、断ったそうな。むむ。すると朝廷は次に、京都諸次第に勅使を送って、田辺城の囲みを解きなさいと、御事のりを突きつけるよ。あれ、京都諸次第は石田方？当時京都諸次第だった、前田玄二さんは、表面上は石田さんに協力していた、と言われるので。ふむ。まあどっちにしても、雄斎さんに降伏しなさいというのではなく、包囲している側に、包囲を解きなさいと、朝廷が言ってきたわけね。うむうむ。こんな、誰も朝廷工作なんてしてないのに、朝廷自ら、武士の戦争に介入してくるなんて、ありえない、と、石田さんは思っていたので、どういうこと？と困惑していたところ、朝廷はさらに、石田さんの主君の、豊臣秀頼さんのところにまで勅使を送るよ。おお、朝廷の圧力がすごい。それで石田さんは、これ以上お城を攻めるわけにもいかず、困り果てて雄斎さんの元には僕の使者を送るけど、雄斎さんは、だが断る。またか。もうなんか、頼むからは僕してくれっていう空気を作ってるね。うむうむ。それで9月になって、またしても勅使として、今度は雄斎さんに縁のある、3人のお公家さんが、田辺城に来るよ。どちら様が？雄斎さんに古今伝授を行った、三条西実木さん。それから雄斎さんの弟子にあたる、中野院道勝さん、烏丸光弘さん。縁のあるお公家さん3人で説得。それでようやく雄斎さんは和睦を受け入れ。しかも、このお城を、軍事利用しないと約束させ、悠々と去っていったよ。おう。その上1万、5000の軍を、2ヶ月も釘付けにしたので、その1万、5000は、関ヶ原本戦には間に合わず、
実質有罪さん大勝利じゃないか。そしてご存知の通り家康さんは勝利。その後は細川有罪さんは悠々自適の生活を送り、1610年に亡くなったよ。万年齢にして76歳。ふむ。その後細川家はずっと続いて、後に総理大臣まで出しちゃうんだから、大勝利だったね。そうだねー。ということで、ちょっと水前寺公園行ってくる。じゃ。また徒歩で？散歩進んで2歩下がりながら？ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。